岡田さんは稼いだお金はすべて使い切り、貯金などはせぬしないと話されています。あ、これは本当なんだ。もうそうなんだけども、例えば予期せぬ病気や事故などで仕事ができない状態に陥った場合や、突然に多額のお金が必要になった場合、リアルだよね。<laughs> 高齢になり働けなくなった場合などはどのように生活をされるのでしょうか。既、え、婚、ー、の自営業、三十三歳です。はい、皆さん、えー、すみません、俺に代わって考えてください。えー、<laughs> 貯金などをしない私はこのような状況になったらどうやれば。 保険に入れ、政府に保護を求めろ。憲法で保障を考えない。コールドスリープ。コールドスリープ。<laughs> 君たちに聞くんじゃなかった。寄 <laughs> 付を募る、うんうん。病気本を書く。まずは貯金、そのための娘です。空き缶を拾う。しはてるのみ。家入りさんのところに行く。それいいね。<laughs> フリックスの人に面倒を見てもらう。岡田さんはご両親の資産があったりするの。資産なーい。<laughs> うちの親はちゃんとね、あの、自分でお金使い切って死んだからね。 見事なまで俺のところに何にも来なかったよ。家族を増やす誰かの家に居候。なるほどな。はい、ありがとうありがとう。さて、じゃあ僕自身の考えから言うと、予期せぬ病気や事故などで仕事ができない状態、突然に多額のお金が必要になった場合。基本は諦めると思うんだけどね、正直な話。突然多額のお金が必要になった場合っていうのは、例えば、なんだろう、家族とか、 自分以外の人がお金が必要だったらクラウドファンディングとかさあとなんかその状況を説明してみんな助けてよというふうなことをやると思うんだよ。でも自分自身のことだったらそこがねなんかあ「岡田さん保険もかけてない」とか,とかあ全然保険入ってないよ」ゲームオーバーなポ,ジポイントだと思ってんだけどねこれはあの何回もイベントとかの質問で答えてることなんだけどさ僕はあの特殊な生き方してるじゃん。だからみんんななはそこで参考にする必要ないんだけども。 特殊な生き方をしていて、まあ、若い頃から、あの、俺ってすごいやろで生きてるわけです、ですよ。で、いろんな才能のある人に働いてもらって、僕の好きなものを作ってもらったりとかさ、そういういいことがいっぱいあるわけだ。好きに生きてきてるわけだよ。子供がいながらも、もうなんか離婚もしちゃってるし、本当に自分の気ままに生きてるんだけども、これにはこれの代償があると思ってるんだよね。で、代償っていうのは何かっていうのが、僕にとっては役に立つからこれが許されるという考え方なんだ。で、世の中の役に立ってるから、俺は。 こうう人と違うわがままを言っても許される。つまり俺ってすごいやろが許されてるんだけども俺ってすごいやろがなくなってしまったらつまり病気にかかったりなんだろうな働けなくなったり、まあ、もっと大きいのは世の中のムーブメント全体が変わって小型年を古いよいらないよっていうふうに言われて全然仕事がなくなったらそこが、まあ、僕のゲームオーバーポイントであってそこに来たらもう諦めると。 諦めるというのは、手持ちの金で食えるだけ食って終わったら、まあもう死んじゃうっていうので、いいんじゃないかなと思ってんだけどね。だそういう人生選んだんだから、最後の最後で、いややっぱり気が変わったみたいなものは基本的になしじゃないかなと。今のところ僕の美意識は言ってんだけども、まあ今コメントに流れて本当に追い詰められた時に、自分がこういうふうにニコ生の番組とかで言っている。 生き方をどどれぐらいい貫けるかどうか、かう自分にも分かんないんだ案外いじっぱりだからさいじっぱりなだけでそのまま本当に死んじゃうかも分かんないしへ理屈のものすごい理屈を組み立てていやだから俺は人からなんか施しを受けて生きるとかいうかも分かんないんだけどさそんだけの理屈が組み立てられることはやっぱりそれは社会に対してまだ貢献できる余地があるということなんだ。 ポイントは全くその社会に対する貢献ができなくなった時に、えー、自分はどうするのかっていうことなんだけどもやっぱりねあの56年間、えー、好きに生きてきてでまあ中学校2年ぐらいの時に俺はこういう言い方しようと決心したんだけども中学校2年の時に建てた誓いというのがあるから役に立ってる間は生きるけども役に立たなくなったらさっさとリタイアするとそんかりこの世の中でなんだろうな ちょっとぐらい人から非常識というふうに言われてもやりたいことは全部やるっていうこれがその僕がその時神か悪魔か分かんないやつと結んだ契約なんだけどもさその契約が僕の中ではまだ生きてるから、えー、多分これは、えー、高齢になり働けなくなった場合は「のたれ死ぬ」ていうのが回答だと思います。